なんかめっちゃ混んでる。どうした？右折出れなさそうだな。左折もやばいな。なんかめちゃくちゃ、あ、そっか、もうこの時間だね。そっか、この時間ではあるのか。しまった、裏から回りゃよかった。裏回ればいくらでも知ってる道がありますからね。とりあえず、よいしょ。それは銀行も寄らなあかんし、いろいろと寄るところ多いんだよ。忘れとった。溢れてきてんな。市街地に出ようと思ったのに、俺間違えてめちゃくちゃ塩浜方面曲がってきちゃっとるけどな。あ、そういえばこの宮部さんってこと気にはなってんだけどね。今日は無理だ。今もうパンパンですからね。あー、今度また来よう。ラーメン屋さんができたんでしょうね。ちょっと気になってんだよな、あそこ。まあそれこそラーメン好きのメンバーと来てもいいですからね。ラーメンならね、誘ったら来るよっていうのいますからね。まさかエビマヨおにぎり一つでここまで大旅になるとはな。まだ一個だけですもんね。さすがにまずいよな、一個だけはな。そういやスーパーでもおにぎりって言ってるけどあるのかな。のエビマヨはおにぎりって見た記憶ねえんだよな。定番品じゃないですもんね、スーパーのおにぎりは。スーパーで買えるのは安いのは安いですけどね。スーパーに入ったら単価が上がるんで、企画としては買い出し物増えてさらにしんどくなりますからね。よっしゃ。23号線沿いはセブンの、あ、そういう、いや、考えてみると本当ねえな。あれ、ここコンビニになったんだ。ミスタートンカチがなくなって、ミスタートンカチの位置に F マート1号館ですよねができて、その横は結局コメディが入る形になったんですね。ハードアドグリーってね。へえ。ちょうどセームストラックあるからド緑ですね。一応ファミマも夜だけ寄ってみましょうか。ないのは分かってますけど、もしかしたらそのさっきのローソンみたいにエビマヨの、商材はあるかもしれませんからね。曲がった先にありますか。そこ寄ってみましょう。なんか店の前に大体駐車場がバーッとありますけど、ここ店の前があまりにもその幅が狭いもんで、駐車場が作れやんもんで、横にずらーっと縦長な構造になってるんですよね。それもなかなか面白い構造ですけど、一応見てくるだけ見ていきましょう。まあないはずですけどね。